こんにちは、タクです。今日は、レバナスを買いました。衝動買いをしたんで、取ってます。えっと、41万円相当分ぐらいを買ったんですけど、まあ、とりあえずね、ちょっと衝動買いで買って、またね、えー、ちょこちょこ買っていきたいと思います。だいたいまあ、500万ぐらい分まで増やしていきたいと思ってます。 意外とこういう暴落相場で、えっ、ー、と、買うなっていう人が多いんですけど、まあ、あの、ちょっとずつね、えー、買っていけば、まあ別にそこまで怖くないなと、えー、個人的には思ってます。もちろんね、あの途中で利益確定とかもします。特になんか欲しい銘柄が、まあ欲しい銘柄がないような時っていうのは、まあ、レバナスか、 S&P500 あ,あたりを買ってたら無難かなっていう感じはすごくね、えー、否めないので、まあ、とりあえずね軽く買ってみました S&P500 とかもいいんだけどただレバナスみたいなこう値幅が大きいものほど、まあ、僕はね個人的には好きなんで、えー、こういう暴落局面でちょっとずつ買っていきたいなと、まあ、正直思ってます やっぱりね、値幅が大きいものほど、まあ、利益が取れるという傾向にあります。